ジャマク、クマリギミレは、ネパールダンクタ地区、カチデ村生まれの作家、詩人、コラムニスト。脳性麻痺として生まれたため、左足で執筆活動を行っており、ネパールのヘレン・ケラーと呼ばれる。2010年、20歳の若さで、自伝、ジワンカダキ・フールを出版。同作品は、ネパール文学における最高峰の昭和ン賞を受賞した。 1980年、父クリシュナ・バハドゥール・ギミレと母者デビ・ギミレの間に6人兄弟の長女として生まれた。脳性麻痺児であったため、生まれつき手と膝を使ったり、離したりすることができなかった。一家の生活は苦しく、また、両親が障害に対する理解に乏しかったため、適切な介護を受けられず、半ばネグレクトの状態にあった。両親からはしばしば動物のように扱われ、 侮辱的なあだ名で呼ばれ、一時は早く死にたいと考えていたことも告白している。ギミレが5歳の時、唯一会場を積極的に行ってくれた祖母が亡くなったことがきっかけで自分の足を使って食事をするようになった。両親はギミレに読み書きを教えることが無意味であると思っていたため、教材を取り上げ、ギミレを勉強から積極的に遠ざけていた。 君では父が妹に文字を教えている姿を見て、文字を覚え、石の上に水で文字を書いたり、地面に足で文字を書いたりして、読み書きを身につけた。ネパール語種カンティプルでコラムを書くようになると、世間からの注目を集め始めるようになる。女性、そして障害者という立場から、数々の詩を発表。2011年に、自伝、ジワンカダキフールが評価され、女性として、 史上二人目のマダン賞受賞を果たした。2012年に英訳版も出版された。2019年には、ビノドビスタ監督の手によって映画化され、ギミレも本人役で出演している。ギミレは2002年頃から、ネパール語文学への貢献が認められ、政府から毎月1000ルピーの資金援助を受けていたが、2005年に、ネパール政府を非難する記事を書いたところ、援助が停止された。 独裁政権が崩壊後の2007年には、毎月4500ルピーに増額された上で、支援が再開された。リバプールジョン・ムーア大学からのインタビューで、ギミレは、両親が教育に否定的で、食事や介護を十分に得られなかったために、一層文学や芸術に興味を持つようになった、と語っている。また、自身の経験をもとに、貧困やフェミニズム、障害者への差別といった、 社会問題を意識した作品を数多く制作している。君では多くの詩を書いているが、その中でも代表的なものをあげる。ありがとうございます。